スカットライン。俺の名前はヒロシ、自分で言っちゃいますが、俺はこの世の不幸は全て引き寄せてしまう男だけど、そんな俺も1年前に最高の嫁マドカと結婚しました。幸せな日々を送っていましたが、最近嫁の様子がおかしいのです。はい、ヒロシ。俺は iPhone のシリカ。仕事帰りにピザ。え？だから帰りにピザ買ってきて。俺は Uber Eats かよ。今賃金下げられて苦しいんだよ。そんなボケいらないからピザ。あ、はい。何その返事。申し訳ございません。私に心臓を捧げよう。はっ、進撃の巨人かよ。そのツッコミできただけ褒めてあげる。そりゃどうも。何か不満ありそうな言い方ね。最近俺に冷たくない？マドカがキンキンに冷えてやがるよ。つまんないこと言わないでくれる？そのきつい対応、悪魔的だ。利根川にあんたを売り飛ばすよ。すいません。とにかく帰りにピザ買ってきて。わかった。あなたはあなたができることをしたらいいの。どういう意味だよ。あなたはお金もないしイケメンでもないでしょ。否めない。だから私のお願いを聞いてくれたらいいの。は、はい。イケメンでお金持ちの人にあんたは勝てないよ。え、誰と比べてんの。そうね、誰と比べてもあんたは負けるでしょ。ここまでディスられるとメンタル辛い。カカシみたいに強くない。すぐ闇落ちするわ。闇落ちしてもいいからピザ買ってきて。頭の中ピザしかないのね。うん、食べたくて仕方ないの。とにかくよろしく。結婚当初はラブラブだったのに、急に俺に対して冷たくなったマドカ。最近の俺はマドカの奴隷です。ですがマドカの話し方がいつも誰かと比べている感じだったので、俺は不倫を疑って探偵を雇ってみました。するとボロボロ出てくるわ、不倫の証拠。どうやらマドカは通っているジムで出会った男と不倫しているみたいでした。そこでマドカを試してみようと、俺はマドカが友達と旅行に行くと言っていた日に LINE を送ってみました。マドカが不倫相手と旅行に行っているのは探偵の情報から裏が取れています。はい、マドカ。チリ呼ぶみたいに呼ばないで。いや、盛大なブーメラン。そんなことないよ。そんなことしかねえよ。で、何？旅行楽しい？うん、最高。誰と言ってるんだっけ？誰と言ってるって言ったっけ。いや、アリバイ工作する気ゼロ。間抜けな犯人特集に使われるぞ。思い出した、女友達とだよ。そうだよ、この前も女の部分を強調してたよ。お金持ってる人との旅行は最高。その友達はお金持ちなんだ。そうそう、あんたと違ってね。金の亡者め、そのまま利根川に地下施設に連れて行かれろ。面白い。絶対思ってないだろう。うん、思ってない。いや、素直すぎ。キャンプの主人公枠狙えるわ。え、要件は何？いや、旅行楽しんでるかなって思っただけだよ。楽しんでるからほっといてくれる？塩対応の塩分濃度高すぎ。しょっぱすぎ。梅干しかよ。普通にうるさい。なんでそんな冷たいんだよ。とにかく旅行中なんだからほっといて。わかったよ、女友達と楽しんでね。この通りマドカは塩対応。不倫をあまり隠す気がなさそうな態度もムカつきました。ですが探偵の人にもっと調べてもらうと、マドカの不倫相手に衝撃の事実があることが分かりました。そこで全てを暴くためにマドカが不倫相手と一緒にいるときに LINE で問い詰めてみました。マドカ今何してるの？友達とお茶だよ。もうその嘘は聞き飽きたかな。どういう意味よ。お前今男の家にいるだろう。そんなわけないでしょ、証拠でもあんの？はい、証拠写真どうぞ。何この写真？お前が男とホテルに行くときの写真だよ。いつから知ってたの？ずっと前から。鈍感なあんたが気づくとはね。いや、隠す気なかっただろ。確かに。それに探偵も雇ったからな。あんたにそんなお金あったんだね。全ては復讐のためだ。他にも証拠はたくさん揃えているから覚悟しろ。覚悟って何の？不倫で訴えて慰謝料数百万円請求するから。勝手にすれば。余裕ぶっこいてるな。このゲームには必勝法があるからね。ダイヤゲーム秋山かよ。彼は経営者だからお金には困ってないの。いや、金で解決かよ。何のひねりもないな。秋山が泣くぞ。ということで訴えるなら勝手に訴えてください。お金がある私にはノーダメージよ。だからバレてもいいような態度を取っていたのか。そうよ、バレたらバレたら慰謝料払って別れるだけ。クソ野郎だな、海外逃亡しちゃったゴーン氏以下だわ。うるさいわね、あんたみたいな貧乏人とは違うのよ。彼は経営者でお金持ちなんだ。そうよ、結婚も約束してるし。結婚も約束ね。彼が私のことを一層面倒見てくれるのよ。本当に経営者なのかな。あ、どういう意味よ。本当に結婚してくれるのかな。え、その男結婚詐欺師だよ。あ、何言ってるの。そう、
なんと探偵に調べてもらった結果、まどかが不倫をしていた相手は結婚詐欺師だったのです。結婚詐欺師もまさかまどかに旦那がいるとは知らなかったみたいでした。探偵の人に調べてもらったから間違いない。彼が詐欺師なわけないでしょ。彼に結婚式の資金として数百万くらい預けてるだろ。それはそれ典型的な結婚詐欺です。そんなことないもん。彼は私と結婚するの。島内大量のお花畑かよ。日本三景に勝てるわ。それって私が日本でトップ3に綺麗な女ってこと？ちょっと何言ってるかわからない。なんでわかんないのよ。とにかくそいつ結婚詐欺師だから。信じられないならこのライン見せて問い詰めてみたら。いいわよ。問い詰めたら彼どこかに逃げ去ったじゃない。お前に旦那がいるって知らなかったんだろ。そんな、さすがに既婚者を詐欺にかけるのはまずいからな。預けたお金もあるのに。不倫の相手が結婚詐欺師だなんてな、かわいそう。ヒロシ、これは違うの。急に人格変えるじゃん。遊戯王の遊戯くんかな。もう一人の僕でもいるんですか。これは不倫じゃないの。お、というと。最近の詐欺ってどんなものか知りたくてさ、ちょっと引っかかってるふりをしてたんだよね。あー、ちょっと何言ってるかわからない。そんなこと言わないでよ。さっきあの男に頼る気満々だったじゃねえか。それはもう頼る相手もいないな。一人になったね。うるさいよね。人数減りまくったカトゥーンの方がまだ人数多いわ。くそ。ということで改めて慰謝料請求だ。絶対に訴えてやる。そんな、お前は頑張ってあの詐欺師からお金取り戻せよ。こうして俺はマドカと離婚をして慰謝料もたんまり請求しました。マドカはあの結婚詐欺師と結婚する予定だったため仕事もいつの間にか退職。慰謝料でお金もなくなり今では必死にアルバイトをしているんだとか。ちなみにあの結婚詐欺師もちゃんと見つけ出して不倫で訴えて慰謝料はもらいました。俺が慰謝料を手に入れるのは何度目でしょうか。もう俺は慰謝料だけで生活できるのではと思い始めました。また新しい幸せを探す旅に出ます。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さすがに既婚者を詐欺にかけるのはまずいからな。預けたお金もあるのに。不倫の相手が結婚詐欺師だなんてな、かわいそう。かわうそ。あ、絶対滑った。あ、これ絶対カットしてね。 NG で使ったら俺怒るからね、言っとくけど。俺が慰謝料を手に入れるのは何度目でしょうか。もう俺は慰謝料だけで生活できるのではと思い始めました。また新しい幸せを旅にやばい、ツボにはまってる。俺の名前はヒロシ。美人で優しい嫁のさくらと友畑ら。友畑らって何。俺は社長に新しい女性を紹介してもらって今は幸せに暮らしています。なんか俺結局いつでもどこでも幸せに暮らしてんな。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。